アンドリュー・オーローフスキーアンドリュー・オーロースキーは、イギリスのオンラインは IT ニュース、ザ・レジスター・ザ・レジスターのコラムニストである。1992年、オーロースキーは、イギリス・マンチェスターで、ハンシュリューシバ・ドプレスを立ち上げる。また雑誌、プライベート・アイにも寄稿していた。2000年、アメリカ合衆国サンフランシスコに移り、ザ・レジスターのコラムニストとなる。2003年4月、 閲覧の多いブログが本来論争的であった表現を中和してしまう潜在的な力を持っているということを指すグーグルを押シングなる言葉を提案した。後に、これは特定の利益集団が社会学上のアドバンテージを得るためもので正当性を欠いた権力あるいは権威の貴族であるとし、これは不条理な著作権の主張と同種のものであると述べている。2004年12月、 オーロースキーは、ハーバード大学法科大学院のバークマンセンターに、招かれ、技術的ユートピア主義に関するシンポジウムに参加した。オーロースキーは、この形態を取ったユートピア主義は関心を分散させ、実際的なインフラの問題から資本を遠ざけて、しまうと述べた。彼は、自分のウェブサイトの FAQ ページで、テクノロジーは、我々の役に立つとし、 だが我々はそれほど優れているわけでもない機会をありがたがっている。さらに良くないのは、この機械のメタファーから離れて世界を見ようとしていないことだ。テクノロジーは既存の物事を簡単にやるためには役に立つが未知のことを我々に教えてくれるものではない。それは未だ存在していない問題は解くことができないのだと述べている。2001年にウィキペディアのプロジェクトが発表されて以来、 これに言及することは、幾度かあったが、最初に批判を行ったのは2004年の半ば、ザ・レジスター市場でのことである。当初は単に揶揄したものに過ぎず、読者からの E メールに応答しつつ、以降の彼のリポートに品質することになる Wikipedia の、不正確さというテーマについて、ウィキペ p e という造語を用いて批判したものだった。オーロースキーによれば、 ウィキペディアは何かのファンがトリビアを詰め込むための穴倉、趣味、マルチプレイヤーゲームであり、その記事は、時たま見かける許容範囲のものから、しばしば目にする、笑えるものまで様々だが、一番重要な、読みやすさという点では劣悪で、さらに悪化し続けている。2005年12月までにこうした記事が毎週、掲載された。この中には、 ウィキペディアの共同設立者の一人ジミー・ウェールズを、両県の狭い偽善者であり、ポルノグラファーであると述べたものや、平均的なウィキペディアンは、反抗期の子供から、ニキビ面で、反権力に燃える14歳の彼らは、インターネットで百科事典を手に入れたのだタイであるとしたもの、あるいは、ジミー・ウェールズが狙撃されたといういたずら記事も、含まれていた。オーロースキーは、ウィキペディアは、 十分に統制されておらず、この結果劣悪さを呈しており、モラルにとって有害で、不要である。近い将来にはインターネットに、貴重なデータベースが、一般公開され、そして潤沢な資金を持つ企業によってウィキペディアに変わる、もっと魅力的なものが提供されるマイナスという、認識を示している。2006年4月、オーロースキーは、ザガーディアンが見にこのテーマについて、長文の寄稿をした。 オーロースキーは、ジミー・ウェールズをはじめとする、ウィキメディア財団メンバーの行動、発言やウィキペディアの様々な問題を批評する、ウェブサイト、ウィキートルースを、初めてメディアに取り上げたジャーナリストである。ありがとうございます。